どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、素人経営な新生スワローズ続きやっていきたいと思います。どんどんちょっと権利をねちょっと獲得していきたい。行こう。はい、漆戸さんよろしく。はい、どんどんスポンサーをちょっとねやっぱり確保しておきたい。金が欲しいというより少しでもいいから。これはどうしようかな。いいところを教育してそうだな。じゃあ、はい、技術研修とりあえず、まあいいや。はい、では先へ進みたい。もうすぐ新年。はい、寝てるのか瞑想。顔に落書きしてみようかな。ちょっと油性、せめて水性。あ、何してるんですか。あ、いや別に。何ですかその手に持ってるものは。あ、いや、これはサインペンと言ってたな。なるほど、そうですか。いや、そんな落書きなんて。ああ、こんな時間だ、早く帰って連ドラ見なきゃ。失礼します。あ、信頼度めっちゃ下がった。まあまあいいやいいや。でもそれでもね、ピンチまでついたなら。お、明けましておめでとうございます。新年2016年が始まります。いや、秘書一覧みんなからね、はい、明けましておめでとうございますの一言、嬉しいですね。いやー、美人に囲まれての新年の挨拶ってこう一度いいな、そういうの羨ましい。ふう、将来俺球団経営してえな。あー、選手ね、もう2億やばい。あ、ミクスチャー建設の件、あー、わかりました。はい、またちょっと契約結ばないとですね。そしたらキャンプ地、沖縄、あー、そっか、バランスタイプ。ハワイは高い、1億はちょっときついな。でも攻撃重視を考えて沖縄行くか。うん、ちょっと沖縄行こう。うん、今回は7000万か、ちょっと重いな。まあしゃあないですよ。覚悟を決めて秘書管理休ませます。結構疲れてる子多いので。ほい、信頼度がまあ徐々に上がってくるのは僕としてはありがたいのでね、よろしく。じゃあ、ゆりはまさん、ちょっとじゃあ、人事力ひどいな。せめてじゃあ、ここは気量、経済力いいんだよな。じゃあ、経済研修で。伸ばせるとこ伸ばしてもらおう。八木さんはいいや。特に休ませて。基本的に困ったら、あ、先生が倒れちゃう。嘘、ちょっと。今、ちょっと、ゆりはま救急車。そうそう、急いでちょっと、行こうよ、ちょっと。救急車だ？もう、あ、大丈夫？家まで送るよ。あ、よかった。とりあえず、医者でも、あ、通院で大丈夫。何が良かったん？ちょっと。何が、自分のことは自分が一番よく分かるんです。死亡フラグ。大丈夫ですよ。本当に？ぶっ倒れたんで絶対大丈夫じゃないでしょ。もう、か弱い女の子とかもうすごく守りたくなっちゃうんだよなって思いますよね。わかる？この気持ち。あ、よし、アワビケーキ。アワビケーキ？助かる。あ、いえいえ、よかったよかった。お医者様などみたいな。あ、例の人の件。嘘、マジで？俺の気持ち、秘書として力試し。能力やば。雇う。あー、そっか、解雇。あ、解雇しよう。そうだな。この中であんまり高くない子。山地さん、正直、あんまちょっと、残念ながら、この中では今、もうちょっと頑張ってもらいたいところあるの。です。ちょっとごめんなさい。はい。ごめんね、解雇。する。19万だしね。ちょっと高い。解雇する。すいません。あ、信頼度5下がった。残念。はい、よろしくです。うん。いやー。あー、すごい。これ絶対これから大事になるよ。この、先生は。いやー、滝宮さん、パネーナー。いただきます。じゃあ、権利、はい。うわ、90とかもうほぼか。あ、テレビ放送権、もちろん。いってらっしゃい。テレビやっぱ映らないとね。もうチームのこう、士気にも関わりますから。行動力あった方がいいので、市場調査に行ってください。なんでこう、今日はそんなに全然、なんか下が回らないんでしょう。失礼しました。さあ、先へ進みます。はい、市場調査、どうだった？まあまあまあ、1ぐらい上がる、そんなもんだろうな。お、リハビリ上がったね。おー、ピッチャーの、古野選手の広が、あ、そりゃよかった。スタミナ結構上がるな。嬉しい、それは。はい、まあまあ、中国エリアのラジオ、あー、オッケー、ラジオはちょっと、流してほしいな。どっかの町おこしのマスコットキャラ。へぇ、ゆるキャラ。あ、そうね。うちもちょっとゆるキャラいた方がいいよ。お、いいね。そうそう、いた、あ、まあいいや。よろしく。それはもう、頑張ってもらおう。勝手に。勝手にっていう風があれだけど。ファンサービスですよね、確か。だからまだ、あ、これが球団グッズか。球団グッズ、じゃあ作ってもらおうと。いや、待って。どちらかと言ったらこれ、このね、浜風、姉妹にはどうせで言ったらこういう球場をね、広くすることをやってもらいたいんですよね、できれば。うん、すごい時間かかりそうなんで。その代わりに、だから八木さんとか、サイングッズとかやってもらって、よろしく。新アイテム。大事だよ、こういうの。で、
ゆりはまさんは休んでもらおう。はい。で、それで、練習して、村瀬さんどうしようかな。じゃあ、はい。ちょっとじゃあ、新聞広告出してきてと。で、諸教、違う。コーチスカウト、今コーチスカウトしてもなーっていう感じですよね。ちょっとじゃあ、室内練習場のメンテナンス、これ大事。うん、やっぱ練習が資本ですから。お、あまり盛り上がらなかった。マジか。まあまあまあ、これからかな、そういうのはね。はい。やばい、ラジオの、あ、そうだ、本年度分の返済。うん。はい、よろしくです。10億円。うわ、一気に減ったな。やばいな、ちょっとこれからに、来年は20億でしょ？しんどい。自信がね、ちょっと進めます、じゃあ。お、二宮さん、どうしました？え、どういう関係？マジで声をかけられた。あ、そう、講師の仕事さ、あ、どんな風に？どっか行かないか、大丈夫か、それ。あ、え、なるほど、お茶でも、なるほどね。あ、でも能力高くないかなりに。スピリッツがゼロなのは気になるけど、まあでも、そうね、雇おう、じゃあ、よろしく。うん。まあ、いるに越したことはないんで、全然、コーチが。で、イクラとウニ以外の質問。ウニを食べ、ウニのどの部分？あれ何？内臓なのかな？内臓だと思うけど。そうなんですか？信じていいんですか？ユリハンも知らないの？なんだそりゃ。最初から聞くなよっていう。信頼度下がった。なぜ？いやいやいや、そんな信頼度下げられても、あ、2月1日からキャンプですね。行ってみよっかなーと。オルシドさん、一緒に行こうか。沖縄デートで、沖縄デート。はい、ちょっとレベルアップと。まあまあ、これからだよね。お、四国。いいじゃん、四国エリアの。はい、お、4億。わ、すごい。関東エリアの方、これいいね。関東でだから流れるわけでしょ？最高じゃない。2億で赤、あ、まあ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 。これからかな。いや、でもすごいな。2億円の契約してきちゃうなんて。あー、たこ焼き。美味しいカレー出せ。たこ焼き。野球観戦にはカレー。まあ、否定はしない。確か、フードコマンド。あー、なるほどね。確かになんかこう、球場のご飯ってなんかすごい美味しく思えますよね。気持ちめっちゃわかるっていう感じ。神宮球場でカレーとかね、買ってバックスクリーンで食ってたりなんかして、そういうのは結構ありますね。皆さん、そういう思い出ありますかね。あとはなんかこう、西武プリンスドームで売ってる、なんだっけ。枝豆とか、あれつまみながら試合見たりなんかしたことはありましたね。まあ、ちょうどこの間の話なんですが。どうしよっかな。じゃあ、ゆりはまさん、フードメニュー早速作ってもらおうかな。ね、ここはやっぱ一番平均価格がいい、良さげなやつ。メニュー数一番そうだな、安定してる。じゃあ、焼き鳥作ってもらおうかな。はい。焼き鳥もみんな好きなんでね。あ、修理。はい。気の利く人がいれば。あー、すいません。ちゃんとメンテナンスしておきます。あ、七尾が、あ、そう。うん、よろしく。あ、即興安定、いいじゃん。これ聞くと大事かもしれないですよ、これから。おー、やったね。グランキエンモーターズ。はい。そして、赤字。営業での5万しか入らない。苦しいな、これ経営。もうちょっとあからさまにドーンと稼ぐなんかねえかな。はい、じゃあラジオ放送券よろしくでーす。で、ちょっと休ませるかな。はい。ゆっくり休んでねー。じゃあ先休めます。何？また面倒な話。なんかそんな気がする。うん。実は、やっぱり、またか。またそんなめんどくさい。そんなに？お、焼き鳥、どれどれ。味見する。はい。味は？うまいよ。うん、うまいと言っておくよ。それは、まずいとは言えないよ。せっかく頑張ったのに。まあでも、経営だからしっかり行った方がいいのかな？はい、沖縄デートですね。日帰り。文句言わないで、ごめんね。はい、そして、レベルアップと。お、サイングッズ新アイテム、いいね。これ、いずれ大事なんじゃない？これ。お、球場増設。824増えた。また微妙な。800、まあ、いいか、増えたんならいいっすよ、全然。はい。そして、結構、まあ、だから、この4億円か5億円のあたりをうろちょろしてる感じですかね。ああ、いい条件、土地だけ安くできた。もう、球団施設しかなくてもったいない。ああ、まあ、確かにね。もっと資金があれば、他の街の整備とか。自己資金、他の企業を融資するとか、他の会社から、土地使用料と経営権の契約料だけもらって。ああ、それはいいな。嘘、出店希望来てんの？ああ、そう。ああ、じゃあいいや。見ない見ない。なんとかなる。うん。いいや。はい、大丈夫。店舗リスト見るだけ見とこう。うん。ああ、ほんとだ。コンビニレンタルショップ、リサイクルショップ。ちょっとじゃあ
やっていきましょう。だこうやって置くん、置けるんですよね、場所。どこかこう、なんて言いますか。このマップのどこかに。だこう、俺的には2014あたりでちょっとやったことがあって、その時に思ったのが、端っこに追いやるようであれだけど、こういう一マスしか使わない店は基本的に、端に追いやります。そういうスタイルでやっていきたい。よいしょ。OK。あと 9週間後に完成というね、ことで。OK。3店舗の契約。これでちょっと契約、資金源になったら嬉しいななんて思いますしね。いやー、いい金稼ぎで売れたら売れ、いい金稼いでくれたら嬉しいですけど。よいしょ。休暇あった。で、それで契、どんどんちょっと契約はね、取ってもらいたいですね。テレビ放映権。もっと取って、もっと取って。テレビには映りたいでしょ、それは。せっかくね、プロ野球選手になったんだから。新聞広告、じゃ雑誌だ。で、ファンサービスは今のうちにやるべきと見た。はい、試合観戦招待。こんな感じですかね。よーし、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。また、よろしければ、ツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や、生放送の情報などを投稿しております。また、次回会いましょう。じゃあね。